続いて駅前第2ビルに突入。多分ここも変わらないでね、第1ビルとね、はい、地下街でつながってます。ビルの方がすごい栄えてる。ちょっと見ててみよう。1階、これはトランボーンとかトランペットっていうのかな、すごい楽器。これドラムだ。いくらぐらいするんだろう。タバコ屋さんじゃなくて禁煙屋っていうんですね。電子タバコ専門店だ。こういう吹き抜け古美術品。おこのお皿なんか価値があるんだね。こういうの好きですね。平日来ないとダメか、やってないな。ああ私と同じく探検してる人がいる。2番館、これは平日昼間来ないとダメだね。日曜日やってるのは美容整形なんですよ、ね、PCR検査場。楽譜専門の店だ。こんなあるんですね、こういうのね。ああ珍しいカメラね。これは名機というやつですね。あと機工術、あれ関節をパキパキ鳴らすですね。あこれね興味あるな。真剣。いくらぐらいするんだろう。絶対10万以上するな。これ歯を止めてないぞこれ、ほらすごい日本刀。うわこれに魅了される人いるんですよね。でこの塚中、これ伊達政宗みたいな甲冑ですね。すごい。木刀売ってる。いくらぐらいするんだろう。3万円ぐらいするんですね。でいろいろこう合気道をやるには6万円ぐらい。実習室なんてあるんだこれ。図書館結構混んでるからね。お金払って勉強してるんだ。いいかもね、そのままね。これが2番館の2階。安いかもね。500円とんかつ。これは、有名なとこなのかな。おお、いろんな種類ある。太陽の塔です。いくらぐらいするんだろう。絵を売っている。絵を売っている。2番館が一番混んでるね。ここ結構お客さん入ってくるね。つけ麺屋さん。美味しいのかな。おこれうまそうだ。さあ、3番館。これがね、第3ビルが一番すごいかな。